あ、今日ね、お乳のストローなのよ。昨日なくしたんです、昨日。あ、いや、私のことはいいから、コータの話を。コータね、江戸川区って、でも私、あの、実は市川市なんで、川向こうに江戸川区があるんですよ、はい、そうなのでね、よく知ってるんですけど、あの、家族で住むなら江戸川区って言われてるぐらい補助金がすごい出てるんですよ、はい、とってもいいとこでね。お兄さんマイク向けてください。皆さんありがとうございます。すいません、もうあのいっぱいいっぱいなんです。はい、あの、コータは江戸川区でどんな活動を？江戸川区でですね、はい、基本的に商店街のキャラクターなので、商店街の中で、イベントのお手伝いだったりとか、あと地元のお祭りとかに呼んでいただいて出させていただいたりとか、ほうほう、あとは、別のところの商店街のところとかで、他のキャラクターさんと絡ませていただいて一緒に宣伝させていただいたり、そういう活動させてもらってます。なるほど。あの、江戸川区の商店街っていうとどこら辺なんですか？ですね、江戸川区の平井駅って言って、錦糸町から2駅行った先にある駅の商店街の、南口商店街のキャラクターですね。はい、なるほど、なるほど。あの辺でコータいるんですね。そうです。平井もいいとこよね。ちょっと豆乳くん、あのパンツ見えてるからさ、ちょっとコータのステージだからね、ハレンチなのやめてね。それにね、目が怖いの、目が。今日、目が怖いから。何をつけてんの？無地なもんつけてんでしょ。あの、コータ、もう悪いことしてたら鼻取ってやって。ねえ、ちょっと、あの、せっかくだからね、今日はあの商店街でいろんな活動してるっていうことなんですけど、はいはい、コータはあの平日とかにも会えたりするんですか？コータくんはですね、コータくんのショップというか拠点がですね、商店街の中にありまして、ね、毎週火曜日、木曜日、土曜日、イベントがないときはその曜日で空いてます。で、イベントがあるときは土日なんかもホームページとかツイッターで告知を出しな出しながら活動してますね。ありがとう、トニックもありがとう。緊張ほどけてきたよ、ありがとう。本当ありがとう。ああ、ありがとう。暑いね。ごめんね、今日ちょっと暑いね。ありがとう。暑い、暑い。ああ、うん、この暖かさがすごい心地、暑いね。ごめんね。ありがとう。ありがとうございます。すいません。あ、そうだ、ちょっと僕ね、聞きたかったことがあるんですけど、あの、今回のイベントで初めてコータくんに会ったっていう方いらっしゃったら、ちょっと手を挙げてほしい。はい、ありがとうございます。ちょっとね、新米なもんで話すのがね、せっかく今頑張ってたとこなのに取り上げちゃうの？ここは取り上げさせていただこうかなと思います。皆さんどうもこんにちは。暑い中でどうもありがとうございます。お兄さんも帰らなくていいし、そんな端っこになれたっていいし。ちょっとね、追加したいことがあったんで。あ、なるほど、なるほど、はい、あのね、今日を愛するライオンさん、はい、後ろにブースがありますけど、ええ、実は平井にライオンさんの工場というか研究所があるんですね。はい、今日来ていただいてて、今日はまあ墨田区の方の工場からいらっしゃったそうですけど、はい、そう、いろいろ実は下町工場もいっぱいある町ですね、まだまだ元気な町なんですよ。すごいですね。平井は、あの、私はイメージとして平井のあの商店街は、あの、飲むにはあそこは最高だって。結構ね、安くてね、美味しいものいっぱいあるんですよ。そうなんですよね、でもあの草屋の匂いがすごいんですよね、平井。平井の駅は夕方に行くとね、草屋の匂いが本当に、ちょっと通りも行くんでしょ、ちょっと飲みに行ったりとか。平井に、とにくんね、結構ね、お酒勧められるんだけど、本当は飲めないの。豆乳くんにお酒勧めないで。豆乳くん、そこはでも豆乳勧めとかないと、ね、あ、まあ、好きに飲んでもらえれば。あ、ね、あの、あ、平井に美味しいパン屋さんあるから。なんか押してくれてありがとうございますね。音すごい。あなたもね、ここに口があるのにここでは喋らないのね。それ口じゃなくて、あの、明太子でした。ああ、うん、そうかそうか、それ明太子だったんだ。そうそうそう、明太子だから。これね、なんかある日折れたっていう話も聞いたことがあるけどね。折れて目が取れたっていう話。コータの話しちゃって。でさ、豆乳くんはさ、あれなの、どこが拠点なの？豆乳くんの拠点は、あの、秋葉原のね、隅っこの方にいるんだけど、うんうんうん、あの、平井からも、あの、総武線で一本だから。いやいや、秋葉原でしょ。うん、平井の話してないからね、今ね。豆乳くんはあれだっけ、なんかイッサーってとこでアルバイトしてるんだっけ。あるか、ね、本当にかわいそうだからやめて、やめてあげて。ね、面白いキャラクターですよね、すごくね。なんか、いや、あの、いや、そう、確かに今回のイベントで、うん、あの、単独ステージないから、あ、ちょっと邪魔しないでくれる、コータの説明してるからね。はい。
豆乳くんらしいですけどね、仲良しなんです。本当にデビュー当初からずっと一緒に活動させていただいてまして、あの5月5日にデビューしてもう約1年、去年の時のこのスミナの第1回目はですね、まあまだデビューしたばっかで呼んでいただけなくて、まあ、今回こうやって呼んでいただけたこと本当にね、さあそろそろ時間だよみたいな感じで時計を見られてますからね、ちょうどそろ終わりにしようかなと思いますけどもね、お姉さんにちょっと豆乳くんマイクを返してください。ライオン最高、あなたが来たからコーダの説明、はい、みんな全然頭入ってないわよきっと。今日を愛するライオンでございます。あなたのことばっかりみんな頭に入っちゃったわよ、はいはい、またみんなあのストローのカチューシャ買っちゃおうってみんな思ってるはずよきっと。前でつけてる方いますけど、はい、ストロー昨日なくしましたからあ、そしてコータね、はい、実はすごい可愛い子なんで仲良くしたいですから、はい、ぜひよろしくお願いします。今日はブースもあるんですよね。今日ブース奥で、はいはい、ありますんで、ぜひグッズがだいぶちょっと少なくなってきましたけどもね、はい、よろしくお願いします、はい、あんまりよく分かんなかったからって方はどうぞ、はい、ブースの方でコータの話聞いていただければと、思いますんで、はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、どうもお疲れ来てくださったコータでした。はい、皆さんどうも、どうもありがとうございます。はい、ソリ君どうせだからずっといればいいのちょっと今休憩から入ったばっかりだったのにちょっとコータだっつうことで出てきたから、もうまた休む。いてほしい、いてほしい、トニュー君今日はここのステージ来ないよって言ってたの。